アルハリーリーのマカーマートの差し絵。ヤッヒャ・イブン・マムド・アル・ワシチが、マカーマはアラビア語文学における位置形式を指す。複数型はマカーマート。原義はアラビア語で、立つところや、集会を表す。基本的な物語は、主人公がイスラーム世界の様々な場所を放浪し、言葉巧みに人を騙して、稼ぎを得る様子を、語り手が聞かせるというものになっている。 死と三分が混じる構成で、時に悲しみやユーモアを交えており、ジャーヒリーや起源の逸話も含めつつ中世、イスラーム世界の風俗が伺える内容となっている。アッパース朝やブワイフ朝地下の10世紀に生まれたとされ、創始者はバディー・ザマーンとも呼ばれたハマザーニーと言われる。ハマザーニーがマカーマを作るきっかけとして、詩人のイブンドライドが物語を人々に、 披露していたのを見たという説もある。現存するハマザーニーのマカーマートは五十数話だが、そもそもは百話以上あったとされる。語尾の応援を強調するさ渋滞によって書かれており、語り手に漏洩されることが意識されていた。ハマザーニーが創作した後に、アルハリーリーがマカーマを体制した。ハマザーニーの作品は、登場人物の設定や語りに、 厳密な統一がなかったが、ハリーリーはそれらを統一した上で、修辞技法などを駆使して磨きをかけ、様式を完成させた。ハニーニーのマカーマでは、ハーン、モスク、文学サロン、ディーワーン、裁判所、戦場、庭園、婚姻の場、救護施設、墓地などが舞台に使われ、ハマザーニーの作品と異なり主人公は基本的に暴力を振るわず、 言葉や演技で金や物品をせしめる。主人公の技量は高く、本家取りや海文、レンガなどの技法が多数盛り込まれている。マカーマは、ハリー・リーの作品を模範として、文人たちによる創作が続けられ、アンダルス時代のイベリア半島にも伝わる。13世紀には、ジュダール・ハリーズ・イーが、ハリー・リーのマカーマートをヘブライ語に翻訳した。ジュダール・ハリーズ・イは、自身も、 マカーマを執筆し、そのラテン語訳がヨーロッパに広まった。ハリー・リーの作品は、ドイツの詩人で、東洋学者であるフリードリヒリッケルトに訳され、ヨーロッパに東洋趣味の影響を与え、シューマンの東洋の絵などに着想を与えている。ありがとうございます。